の電気予報を始めます。今日はですね、最高価格70円ということで高くなっております。北海道東北北中部に関しました深夜からすでに20円超えておりまして、40円との間行き来しております。そして9時からお昼の間にすでに43円の値段つけておりまして、13時から20時半60円前後の推移となっております。中でも16時から17時半の3コマに関してはですね、70円の値段つけております。高いで、20時半から22時半もですね、まだ高くて30円超えております。で、北陸関西に関しましては朝9時までは20円前後の推移、9時半から22時半は30円超えておりますが、中でも15時半から17時、ここは55円と高くなっております。そして22時半からですね、20円前半に落ち着いてくる感じになります。はい、中国四国に関しましては深夜から17時に関しまして20円前後の推移落ち着いてます。そして17時半から20時、ここは高くてですね40円超えてますので注意です。九州に関しましては、はい、太陽光の、発電と原発稼働しておりますので、14時までに関しては7円の推移、8時から9時半の朝だけ、3コマだけですね14円ということでちょっと価格が上がっております。で、17時から19時半、ここ高くて30円超えておりまして、夜間にかけてだんだん価格が落ちてきます。